ヨーロッパアカガエルは赤ガエル科のカエルである。全長は6から9センチメートルで、大抵メッスの方が大きい。擬態する。色については、脇腹と背中は黄緑、焦げ茶、茶、オード、肺、黄色など明るさも変化。スコットランドには赤と黒の混ざったような色の種もありまた、交尾の時期にその色は青に変わる。また、アルビノの本種は、 薄黄色の肌と赤の目を持つ。本種の脇腹、足、背中は不規則に暗い反転に覆われている。また、通常本種の首の背にシェブロンの形の反転がある。他の両生類とは違い、本種に縞模様はなく、背部にはっきりしない一本の縞がある場合があるが、大抵は何もない。腹部は白か黄色で茶色もしくはオレンジの反転がある、場合もある。 後ろ足は、比較的短く、水かきを持つ。目は茶色で、幼いカエルは透明。まぶたは透明で水面下でも目を守っている。水中メガネと俗に呼ばれるものがその目と鼓膜を守る。オスとメスは、人差し指のコブの有無により見分けられるが、難しい。このコブが交尾の際出る。交尾の時オスは鳴き声を出しその後喉が青くなる。 コーの時期オスは灰色がかった緑色になり、メスは茶色と赤になる。生息地が同じのヨーロッパ引きえると混同されやすいが、本種の方が大きい点、跳ねる点、歩き方の点が違う。その上、本種は花が尖り、肌が滑らかで、ヨーロッパ引きえるはイボがある。本種には目の横に暗い反転があるが、ヨーロッパ引きえるにはない。 卵の成長の様子北極圏などの最北部のヨーロッパ、最東部のウラル山脈、大半を除くイベリア半島、南部のイタリア、南部のバルカン半島に多く生息する。他には、アルバニア、アンドラ、オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシア、ハンガリー、アイルランド、 リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、マケドニア共和国、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ルーマニア、サンマリノ、セルビアモンテネグロ、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリスに生息。最西部のアイルランドにも生息し、その場合は外来種である。繁殖期には何も食べない。成長した本種は昆虫、カタツムリ、ナメクジ、 全虫などの無脊椎動物を長く粘着性のある舌で捕食する。住むところによって餌は全く異なる。年老いた本種は農地に、若い者は水に住む。オタマジャクシは草食性でも、もデトリタスなどを捕食する。一年近くは活発で、その後イギリスで10月から1月にかけて冬眠し、2月に目覚める。 そしてアルプス山脈などの池に移動し、6月にはそこを離れる。冬眠は流れる、水の中、ぬかるんだ穴の中、腐食室の層の中、泥沼の底でする。その間はずっと皮膚呼吸をしている。池のようなところで5月から繁殖する。オスは泣き求愛し、成功するとメスの上に乗り、交尾する。約4000個の卵を産む。交尾の様子。 ありがとうございます。